照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日も引き続き沼市のモンタースポーツさんで撮影させていただいております。いつもありがとうございます。ということで、今日もちょっとグローブ紹介をさせていただこうと思っているんですが、今まで僕が頑なに紹介してこなかったメーカーの、グローブになります。というのもちょっとね、このメーカーだけは自信がなかった。なので正直全く無知な状態での紹介になってしまうので、そこは本当にむしろ僕もね、触ってって知ってきたいなっていう意味で僕の勉強も兼ねるんですけど、こちらのメーカーのグローブを紹介していこうと思います。それがね、こちらです。ウィルソンです。そうなんですよ、僕ウィルソン全くと言っていいほど分かんないんですよ。なのでこのウィルソンのワナビーっていうシリーズなんですけれども、これ軟式用かな。ちょっとここに関しては本当に分からないので、で片付け済みのグローブなので、ウィルソンってこんな感じなんだっていうのを見ながらやっていこうかなと思います。じゃあまずちょっとちょうど手にはめてるので、こちらのねグローブです。これももう片付け済みで、小指親指ともに動くような形なんですけど、ほぼ小指しか動かない。ここが曲がってるだけで、動かすんだったらこっちって感じでね。大元のカラーがグレー、まあ、差し色的なところで、これがネイビーなのかな、一応。ネイビーとグリーンがところどころ使われているような感じです。これが8、7型という型で、大きめなやつだよね。大きめな内野仕様のグローブとなっています。ウィルソンで言ったらね、もちろん小指2本入れ仕様。といったところで、思いっきりこれ、僕の感覚だとやっぱりサードとか大きめのグローブを使うショート用っていうようなイメージのグローブとなっています。ポケットはそんな広くはないです。やっぱ小指2本入れ仕様なんで広くはないんですけれども、丸いソフトボールがスポット、ソフトボール2号ぐらいかな、スポットはまりそうな丸いポケットっていうようなイメージで、こうやってみたらわかるかな、やっぱね、ここにすごい膨らみがあるようなグローブとなっています。ウェブ下補強っていうのが主になってくるとは思うので、ここですね、H ウェブの締め方が二重になっていて、紐補強されているっていうような特徴もあります。重さ的には軽くはないけど重くもない、この辺に重心がある片付けのタイミングでしてくれてるので、下がりやすいかなっていう、グローブをしっかりと下に落とせやすいかなっていうような感じのグローブのイメージはあります。ふわっとした感じの手入れ感、中に入れた時に、裏側もしかしたらちょっと違うのかな。そう、この中の手入れ感がね、補給面の革とはちょっとなんかやっぱりイメージが若干違うような感じのグローブとなっています。次行きましょう。これもね、同じく87片付け済みのグローブで、こっちはねちょっと親指動くかな。やっぱりウィルさんの特有こっちですね。こっちすごいやっぱシワが入ってるので、そういったグローブで片付けの内容的にはやっぱすごい一緒、さっきの一緒なんですけど、やっぱね、思うのがここなんだよね。親指のこういう具合だから、もうね、もうきりこういう取り方をしてる、ひねり取りって言ったらいいのかなっていうような感じのグローブとなっています。これもやっぱソフトボール2号ぐらいがスポッとはまりそうな型で、ここがね、さっきのグローブより同じ型なんで片付けの問題だとは思うんですけど、曲げた時の頂点がちょっとだけ奥になってるかなっていったようなイメージはあります。カラーリングは、まあ、本体カラーはね一緒ですね。グレー系のカラーリングにオレンジとブラウンのカラーリングとなっています。ラベルも合わさってるんですよね、オレンジブラウンで。そういうところもめちゃくちゃおしゃれっすよね。ウェブがね、こう切り込み入ってるんですよ。カラーが分かれてるところでね、切り込みが入ってるので、ウェブ自体もすごい曲げやすそうだなっていったような作りとなっています。こういったところがね、どうしても小指2本で大きいグローブでウェブ下にグローブがある場合って、強い時はたまにウェブで引っ掛けて取る選手とかもいるとは思うんですけども、そこに対しての柔軟性が生まれてくるようなグローブとなっています。はい、でこれがね、ワンサイズ小さくなったやつ、さっきまでは87型なんですけど、これがちょっとね、同系色の刻印で見づらいんですけど、86型っていうので、ワンサイズ小さいやつ。確かにね、こうやって見るとね、小指2本で深いグローブなんですけど、セカンドショートでもいけそうっていうような感じがします。一気に小さくなるので、これもでも落としやすい感覚とかもあるんですけれども、先ほどよりもこっち側にポケットがある感じ、肩が少し小さくなっただけで、ウェブ下にもねありますけれども、ここもすごいねくぼみがあるっていうような片付けの問題でもあるんですけれども、そういったような感じでセカンドショットでも全然手のひら補給として使えそうなグローブとなっています。こちらのグローブはちょっと違うのがね、折り返しハーフになっているので、ここがすごい柔らかく使いやすい、折り返しゼロじゃないからしっかりとした補強もあるよっていうようなグローブとなっています。球面がブラウン、
背面にネイビー、あとは、まあ、オレンジなのかな、これはここだけ金だ、オレンジとかタンが、使われているような配色となっています。あ、親指もゴールドかもね、もしかしたらゴールドチップだ、感じのグローブですね。俺ちょっとこれ使ってみたいかも。片付け済みっていうのもあるかもしれないんですけど、革の特徴としてちょっと柔らかめの革、クッション性が強いっていうような革の素材をしています。まあ、これはね、さっきからずっと言ってるけど、セカンドショート全然おすすめだと思うので、ガチリとね掴んでも投球もバイクできるようになりたいっていう方なんかにもすごいおすすめだなっていうふうに思います。じゃあ最後いきましょう。これがね95型、これがねユーティリティ用オールラウンダーモデルです。内野と外野どっちも守る方、サードかな、セカンドショートはさすがにちょっと大きいかもしれない。サード、外野、まあ、ファーストとか、いろんなポジション複数こなす方なんかには、すごいもってこいの、グローブとなっています。外野用よりかは、ここが長いイメージ。でも、ここは内野用より長い。外野用よりは小さい。ここは内野用のイメージ。っていうような感じのグローブです。なんで、外野用も混ざってるんで、さっきのよりかは、ちょっとポケットは広めかなと。普通、外野用はポケットが狭くなるんですけども、なぜかこれに関しては外野用も混ざってるし、大きくなってる分、で、なおかつ内野でも使うかもしれないっていうところで、ちょっとここがね、広いのかなっていったような感じはします。だから、とてもね、若干広いかも。さっきのやつよりかは。っていうようなグローブで、ウェブがね、切り込みが入ってるんで、これもウェブすごい曲げやすそうだなっていうような感じのグローブとなっています。これ全部のね、今まで紹介した、4つのグローブに言えることなんですけども、スーパースキン採用しておりますし、デュアル加工スーパースキンで、まず、まあ、水に強いよというのが1点、デュアル加工がされているのでボールが負けづらい、動かしやすいっていう、型崩れもしづらい、いろいろいい機能がね揃ってるウィルソンのグローブとなっています。片付けされちゃってて、ちょっとお値段がね、こっち値段が取れちゃってたんですけど、お値段が38,000円となっています。ユーティリティ用に関しては38,000円で3ポジション外野、サード、ファーストとか、まあ、いけちゃうので、そこに関しては、バリやすいかなというふうに思っています。で、他のね、内野用とかに関しても、さっき言った通り、この加工だったりとか、デュアル加工だし、スーパースキン、使ってたりとかして、耐久性とかもね、すごい良かったりとかもするので、長く使える、グラブだと、ウィルソン、僕は思っているので、でそういった点では3万っていう値段はめちゃくちゃ安い方な、部類に入るのかなとは思っております。はい、なのでね、今、流行りです。僕も全然知らなかったんですけど、これを機にね、ちょっと僕も、ウィルソンいろいろと調べて、見ようかなとは思うので、まあ、今後ちょっと勉強してもっともっと深く知れていけたらなと思っています。はい、ということで本日はモンタンスポーツさんでこちらね、ウィルソンのまだありますけど、グローブの方の紹介をさせていただきました。モンタンさんのリンクは概要欄にありますので皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではお願いします。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。